アロハ、カワイ島のタミーです。もうすぐクリスマスですね。今日はタミーの家のとってもハワイアンなクリスマスツリーを紹介したいと思います。なぜハワイアンなのかっていうと、近くに寄ってみましょうね。オーナメントかハワイアンなものがたくさんなんです。でもね、今年のメイン一番トップには、そう、トミーのクリスマスオーナメントを今年スペシャルに作ったので飾りました。そしてその下にはお友達がフェルトで作ってくれたトミー。そしてハワイといえばレインボーですよね。これね、今年買った新しいクリスマスオーナメントです。で、こちらはマーメイド。これね、ガラスでできてるんですよ。これはカワイ島のカパーのお店で買いました。そしてタミーのすごくお気に入り、そう、アメリカではね、有名なキャラクター、ソックモンキーのハワイアンバージョン。そしてこのね、ハクとウクレレは、ナノブロックで作ってあるんですよ。で、この貝殻のところ、ちゃんと可愛いって入ってます。可愛いでしょ？これはね、空港で買いました。リフエ空港で買いました。で、ところどころにこういうね、キャンディースティックかかってます。これね、この動画の最後に、動画プラスしておきますけど、本当に昨日ですね、クリスマスパレードがあったんですよ。そのパレードの人たちがキャンディーを投げてくれるの。そのキャンディーをね、そう、5、6本いただいたかな。それもツリーに飾りました。そしてこの真ん中のね、綺麗なビーズでできたお花。これも日本のビーズの先生をしているお友達が送ってくれたので、ツリーに飾りました。そしてこれは、ハワイといえばサーフィン。ねえ、サーフボードです。そしてその下には、かわいいでしょう？ホヌに乗ったサンタさん、ウクレレ弾いてます。これはね、タミンのベストフレンドがくれました。で、こちらのテントウムシ。これはね、コアウッドでできていて、タミンのウクレレの先生の手作りです。なんかテントウムシってね、なんか幸せのシンボルみたいです。で、こちらに行きますね。これ、かわいいでしょ？手書きで鳥が書いてあって、ちゃんとタミーの名前も入ってるんですよ。これはタミーのチェコのお友達のイヴァンさんが手作りで作ってくれた卵。これ、本当の卵なの。中身を抜いてある。だからとってもセンシティブで、これ日本からね、持ってきたんですよ。壊れないようにして。毎年飾ってます。こちらのビーズもさっきね、ビーズの先生、日本のビーズの先生が色違いで、こちらの白とこちらの赤を作ってくれたんですね。さあ、じゃあ他にはどんなのがあるかっていうと、そう、下行きましょうね。ほら、貝殻。それにティキ。怒りもあります。そして貝殻のネックレスもね、オーナメントとして飾っちゃいました。よくね、ハワイに来たりするとね、アロハーとか言ってね、ヒロハッティとかでくれますよね。そういうの飾っちゃいました。で、タミーのツリーのテーマカラーは白とブルー。ツリーは雪が降ったようにね、白く雪がついてます。そして、ところどころにこういうお星様とか、こういうボールとか、ね、あって、そういうのブルーと白で統一してます。で、こちらには貝殻もあって、こちらにはドリンクね。ハワイアンのドリンクもあります。で、アメリカではこういう風にツリーの下にたくさんプレゼントを置きます。ドアストッパーのトミーちゃんも見てください。ジンジャーブレッドのバンダナつけてます。では、またぐるーっとツリー回って紹介しますからね。
まだまだハワイアンの可愛いオーナメントついてるんですよ。続けて紹介していきましょう。このね、白いハート、こちらのオーナメントはタミーがダーリンと結婚した時にダーリンのお兄さん夫婦がそうくれたオーナメントです。いつもね、結構トップの方に飾ります。初めてのクリスマス、結婚しての初めてのクリスマスのオーナメントよっていうね、あの思い出のねオーナメントです。さっきのフェルトのトミちゃんの顔も可愛いでしょほら。で、これは、2017年に、ワイキキにね、このクリスマスのオーナメントを売っているお店があるんですよ。そう。シェラトンのね、モアナサーフライダーズさんの隣にあるんですけど、そこで作りました。ね、かわいいでしょ。ね、タミー、マイク、トミーって私たちの名前が入ってて、3匹のルドフルフ、トナカイさんがいるんですよ。ね、で、下に行きましょうね。またブルーのボールがあって、キャンディーがあって。そう、こちらのね、そう、リボンレイでできたリース。これと、色違いもあるんですよ。これと。この二つは、日本でリボンレイの先生をしているお友達から送ってもらいました。素敵でしょ？そして、今年新たに、こちらの、いや、パイナップルです。パイナップル、わかります？これ、ね、ラウハラで作ってあって、タミーが作りました。ね、これね、見た感じより作るの難しいんですよ。そう、で、ちょっと可愛いかな、こんなクリスマスのベルをつけたり、そして、こちらのはね、ほら、プレゼントつけたり、こっちにももう一つパイナップルつけたり。そしてこっちにはほらお魚作ってみました。これ今年の新しいねオーナメントです。そして下に行ってこれメレカリキマカ、これはハワイ語でメリークリスマスってパイナップルが書いてあるオーナメントね。でビーチサンダルがあってこれは可愛いフグでしょ可愛いでしょ。で、クリスタルのこういうね、ボールとかがあって。こんな感じ。ねえ。ハワイアンのクリスマスツリーもいいでしょ？ちょっとタミーはね、バーンって大きいのだと場所取っちゃうから、あえてちょっと大人っぽいスレンダーなツリーをね、選んで買いました。じゃあまたもう少し回ってみましょう。で、こちらは、フェルトでできてるサンタクロースとフラガールレイをつけてね、今にも踊り出しそうな可愛いですよね。で、先ほどのリボンレイの先生がくださったリースがあって、こちらにもね、可愛いでしょ、これ。ほら、フラガールなんですよ。可愛い。トミ好きなんです。これはね、ABC ストアで何年も前に買ったんですけどね。またこのネックレスもこんな風に飾ってみて、このフラガールのこのボーイフレンドがいるんです。サーフィンしてるの、かっこいいでしょ？で、こちらには、はい、ハワイアンの布でできた、ドルフィン、ラウハラハットかぶってます。ねえ。そして下がって、これは本当のヒトデちゃんです。人手でできた、これはね、ヘアクリップなんですけど、こんな風にオーナメントみたいにして飾ってみました。で、こちらのエッグちゃん、これもね、本当の卵なんですよ、これ。で、これは、ポートランド。前はカウアイに住んでいて、とっても仲が良かったお友達が、ポートランドで、ポーランドじゃないね、ポートランド。ね、オレゴン州に引っ越しちゃったので、で、クリスマスギフトにいただきました。飾ってます。そしてこちらのクリスタルのボール、かわいいでしょう。これ中にね、シーグラスが入ってるんですけど。これは何年か前のワイキキがブロックパーティーをした時のね、その中にあったお店で買いました。気に入ってます。でも実はこれね、4つ買ってきたんですけどね、このガラスがね、
すごい繊細で2つ割れちゃったの。だから今もう2つしかありません。で、下に切って、これもいいでしょう。ちょっとクリアでね、海の中、タート、ホヌとね、お魚がいます。そしてこちらにはカニですよ、これ、カニ。カニさんいます。そうです。さあ、まだまだありますよ。まだまだ続きまーす。では、こちら側のトップはね、リボン。やっぱりね、なんかトップにはキラキラしたリボンがあるといいですよね。で、下がってきて。はい、カワイといえばニワトリ。こちらのオーナメントはカワイのお友達がくれました。やっぱり毎年ね、飾ってます。そして、これはね、サンタクロースのカード。これも可愛かったからね、取って飾ってます。そして、こちらは、去年だね、コアケアに宿泊したとき、コアケアのホテルね、これがキーになってるんですよ。サンゴなの。これね、帰りにお土産としてくれるんで、とても可愛かったんで、これもね、オーナメントとして飾っちゃいました。ね。そして、これ、タコさん。すごいでしょ。これフェルトでできてるんですけど、なんかこのタコ気に入ってね。これはカリフォルニアのカーメルバイダシーっていうところに、おととし、いや、コロナになる前だから、その前ぐらいかな、に行った時にクリスマスオーナメントをたくさん売ってるお店があって、そこで買いました。で、こちらはフグ。ね、フグさん。ハリセンボンか。フグじゃないよね。針がいっぱい出てるから、ハリセンボン2匹。そして、ニモ。かわいいでしょ？そう。で、こちらは、レディ&トランプ。トミーに似てるのでね、レディ&トランプのトランプ大好きなんですよ。そう。これはディズニーストアで買ったのかな？ね。で、こちらに貝殻があって、こちらにも貝殻があって。そう。で、こちらにはビーチサンダル。このね、フェルトのニモと、このフェルトのビーチサンダルは、ミシガン州の友達が送ってくれたんです。で、ミシガンには一年中クリスマスっていうお店があって、一年中いろんなクリスマスオーナメントを売ってるってことで、こんななんかハワイっぽいのがあったのでって送ってくれました。そしてね、こちら面白いでしょ？ニットで編んだタコさん、ブルーとピンクがあります。これはね、なんと、ダーリンのね、ベストフレンドのカップルが、日本に旅行に行った時に、東北地方で買って、これはね、グラスを洗うのらしいんですけど、なんかあまりに可愛かったからね、吊るすところあったし、タミーはクリスマスオーナメントにしちゃいました。ねえ、こんな感じの。どうでしょうか？タミーは、とってもこのツリーが気に入っています。で、毎年何か一つでもね、オーナメントを増やしていきたいなって思っています。そう。このプレゼントは、アメリカでは、クリスマスの日の朝、25日の朝に開けます。ここに座ってね。まあ、うちはダーリンと私しかいないから二人で座って、で、ワンコたちと一緒にビリビリって、もう豪快にラッピングを破いて開けます。何が入ってるのかな？楽しみです。こちらはクリスマスまでカウントダウンするね。12月1日からね、カレンダーなんですよ。これタミーの手作りです。で、こちらのスヌーピーのリーシュ、日本でフラの先生をやってる方からね、今年送ってもらったので飾らせていただきました。そして、日にちをね、毎日ずらしていくのはジンジャーブレッドマン。かわいいでしょ？裏側からね、マグネットでね、止まるようになってるので簡単に動かせます。
そしてこのカードが吊るしてあるライト、クリップ付きのライト、なんとパイナップルなんです。わかりにくいかな、パイナップルかわいいでしょうこんな感じで家族や友達から送られてきたカードを壁に飾ってね、カウントダウンを毎日しながらクリスマスを楽しみに待っているタミーです。タミーの家のクリスマスツリーいかがだったでしょうか。ハワイアンのツリーもなかなかいいでしょ。ハワイ好きの方はぜひハワイアンなクリスマスオーナメントを飾ってツリーを作ってみてくださいね。ではメレカリキマカ、メリークリスマス。今日もアロハな一日を。 Have a good day。 幸せになれる島カワイの YouTubeチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブックもフォローしてくださいね。ブログにはハワイ情報満載ですよ。幸せになれる島カウアイの本も絶賛発売中。 Kindle ブックもあります。